この領域、このメカニズム、感知のメカニズムに関しては全然コンセンサスができていなくて、みんなそれ人それぞれ違うことを言っていると。ので我々もここはってなかなか難しくてね、なかなかできないんだけども、やっぱり我々は個体レベルで本当のことを、本当のことを知るには個体レベルでやらないといけないんじゃないかと思って、もういろんな遺伝子の再開できるメダカを使ってやってるんですけど、このモデルとこのモデル、どこが一番違うでしょう。この真ん中は無視して、このパークと IRE1 というものの感知機構を考えたときに、シャピロン制御モデル、私の一番好き、これはいいと思っているんだけど、このモデルだと、ここに書いたように、IRE1 もパークも同じメカニズムですよね。同じようにヌクレオチド結合ドメインに結合していて、シャピロンが異常を感知しているんなら、IRE1 というセンサーの感知機構と PARC というセンサーの感知機構は同じですよね。シャピロンが見てるんだから。これは単に結合乖離をしているだけだから。2つのメカニズムには差がないということになります。ところが、今ちょっと前に言ったように、こっちはピーターはそれぞれ独自の異常タンパクを見ていると。少し違う、アミノ酸配列が違うものを見ていると。だから、ピーターの説だと、IRE1 の感知と、パークの感知は違うわけ、ね。ということになる。で、それに関して、どうしたけど、その区別するには。同じか違うかを区別するにはどうしたでしょう。遺伝子細工を使うんですけどね。こういうのはキメラっていう言葉を聞いたことありますか。継ぎはぎのやつ、キメラですね。キメラ分子を作ってみたらわからないですかね。同じだったらこれとこれを交換してみるという遺伝子継ぎはぎするので、キメラっていう、ここの部分とここの部分を交換します。同じものを同じような制御してるんなら交換可能ですよね。多分うまくやれば。違うものを見てたら交換できないですよね。この問題はなかなかこう難しそうだから、ちょっとは外へ入って、生半可に入っていくと分厚い壁にぶち当たりそうなので、しばらくずっと控えてたんですけど、やっとメダカの経緯が動き出したんで、メダカの個体レベルでちゃんと違うところ、交換可能かどうかを調べれるんじゃないかと。臓器によって作ってるタンパクが違いますよね。メジャーなタンパクが違ってるんで、どこの臓器ではもう交換可能か、どっかの臓器では交換できないのかということを調べれば、どっちのモデルがより確からしいかの結論は出ないかなと思って、今一人の学生さんがやってるところですけど、なかなかこうみんなを納得させるのはなかなか難しくて、人それぞれ自己主張がすごいから、で自分が一番正しいことを言ってるとみんな言いたいから、まあ、なかなか収集つかむのは、つかせるのは難しいですけど、どっちのモデルがより確からしいかは交換をすれば分かるかなという、まあ、そんなところです。ちょうど時間なんで終わりましょう。